こんにちは、宇治天然温泉源氏の湯です、これは当店、おすすめの2019年4月版の紅屋弁当ですね。それの、山菜の、白線揚げになります。ちょっと食べてみようと思いますね。実際白線揚げというのは、これはタラの芽かな、春の山菜ですね。春の山菜を、普通の天ぷらとは違うね、ちょっと片栗粉で揚げた揚げ物になってます。なんでちょっとこう色が白くなってて、すごいねこの色合いがいいんですよね、山菜と。でちょっと実際食べてみようと思います。いただきます。あ、いいですね。あ、美味しいですね。すごいジューシーなんですよね。あの天ぷらもサクサクしてるんですけど、今食べたのはタラの芽なんですけどね、なんでなんでしょうね、すごいタラの芽ジューシーでしたね。こう噛めば噛むほど味が出てくるという感じで、他にもですね、この奥にはタイの天ぷらもあるんじゃないかな、確かね、お魚の天ぷらもあったと思います。今回は、ちょっと山菜がメインなので山菜を食べる動画にしましたが、このお魚の天ぷらもとても美味しいですね。ぜひ当店に来たら、実際にこの山菜の、天ぷらをしっかり使った紅屋弁当を食べていただけたらと思います。以上です。失礼します。